マーベレッツはアメリカ合衆国の女性コーラスグループ。1961年発表のデビュー曲、プリーズミスター・ポストマンの大ヒットで知られる。ミシガン州インクスターの高校に通うアフリカ系アメリカ人の女子学生により結成された。当初はカシニーズというグループ名だったが、その後ザ・マーベルズと改名。デビュー前のメンバーはグラディス・ホートン、ジョージア・ド・ビンズ、 キャサリン・アンダーソン、ジョージアナ・ティルマン、ジュアニー・タカウアとの5人。マーベルズは地元のタレントショーに出演。上位3組がモータウンのオーディションを受ける権利を得られるという条件でマーベルズは4位だったが、彼女たちの学校の教師がモータウンを解き伏せ、彼女たちもオーディションを受けることができた。そして、モータウンからオリジナル曲が必要だとアドバイスされ、ジョージア・ドビンズが プリーズミスターポストマンの原案を思いつく。ジョージアの友人であるウィリアム・ギャレットや、モータウン専属のソングライターも協力し、曲は完成するが、ジョージアはグループを脱退し、公認として、ワンダイ・ヤングが加入。名前もマーベレッツに改めることとなった。1961年8月にデビューシングル、プリーズミスターポストマンがリリースされると、徐々にヒットしていき、最終的には、 R&B チャートとポップチャートの両方で1位を獲得。モータウンからリリースされたシングルとしては初の全米1位獲得を果たした。この曲は後にビートルズやカーペンターズなど多くのアーティストにカバーされる。同年には同名のファーストアルバムも発表された。リードボーカルはグラディスとワンダが半々の割合で担当。1962年。 ワンダ・ヤングが一時的に脱退したため、セカンドアルバム、ザ・マーベレッツ・シングでは4人編成となった。この頃、D.D. シャープが、プリーズ・ミスター・ポストマンに告示した楽曲、マッシュポテト・タイムを大ヒットさせていたが、ザ・マーベレッツ・シングでは、マッシュポテト・タイムのカバーを収録するという異種返しがなされている。ワンダは、まもなく復帰し、シングル、プレイボーイが、 R&B チャート4位、ポップチャート7位という大ヒットとなるが、1963年にはジュアニー・タカウアトが脱退して、再び4人となる。また、ワンダは、この頃、ミラクルズのボビー・ロジャースと結婚し、以後ワンダ・ロジャースと名乗る。1966年には、スモーキー・ロビンソンが書き下ろした。 Don't Mess With Bill が久しぶりの大ヒットとなるが、1967年にはジョージアナ・ティルマンが脱退。グループはグラディス、ワンダ、キャサリンの3人となった。この頃、バンマッコイ作の When You Are Young and In Love がイギリスでもヒットし、前衛13位に達した。しかし、リードボーカリストの一人だったグラディス・ホートンも出産のため脱退。アン・ボーガンが公認として加入した。 テンプテーションズのメルビン・フランクリンがゲスト参加したマイ・ベビー・マスト・ビー・ EA マジシャンは R&B チャートのトップ10に達したがマーベレッツは勢いを失いつつあり1969年のアルバムインフル・ブルームはチャートインを果たせなかった1970年のアルバムリターン・オブ・ザ・マーベレッツは当初ワンダ・ロジャースのソロアルバムとして計画されていたが最終的には グループの作品となる。そして、モータウンはデトロイトからロサンゼルスに移転することになるが、マーベレッツはロサンゼルス行きを望まず、1970年に解散。2004年、ボーカルグループの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。